山本五十六、米内光政と並び、井上重吉は海軍の良識を代表する人物として評価が高い。3人揃って日独伊三国同盟に反対したことでも有名だ。いわゆる海軍サンバガラスである。井上は1906年11月24日海軍兵学校第37期として入校した。帝国海軍が日本海海戦でバルチック艦隊を完全に打ち負かした翌年だったために海軍人気が沸騰し、海兵の入試には全国から2971名が受験をし、倍率も 16.5 倍とその頃の最高を記録した。この中から181名が合格した。井上の入校成績は9番だった。日本海軍がサイレントネイビーと言われ、シーマンシップの 3S 精神、つまりスマートネス、ステディ、サイレントがモットーとされるようになったのもこの時代からだった。兵学校に入ってみると、井上にとっては東北人特有の訛りのためか英語が苦手だったらしく、1学年の成績は入校時の9番から16番に落ちてしまったが、ここで1年発起し、第2学年の1学期末には1番の成績を収めることができた。井上は卒業時でも自席を保持し、恩師の双眼鏡を授けられた。ある日何かの事件が起こり、学生たちは講堂に集められ、担当教官から叱責されたことがあった。教官が最後に、それでも自分が正しいと思うものは出ていけ、と言うと井上は平然と席を立った。井上は自分が正しいと信ずることは、決して節を曲げなかった。戦争は政治の延長なりというクラウゼビッツの言葉を待つまでもなく、軍事は政治に従属すべきであり、その逆であっては決してならない。国防力というものは、国際関係の緊張度合いや国力などによって増減されるべきものであり、ここまで軍事力を持ったから絶対に安全だなどということはできない。ところが戦前はこうした考え方が徹底していなかった。1930年のロンドン海軍軍縮会議の後、日本海軍内では条約派と艦隊派の対立が顕在化してきたが、両派の対立の根底にはこうした国防官の相違があった。ワシントン海軍軍縮条約に対する考え方を井上は次のように語った。戦をすれば負けるから、なんとか外交でしのいでいかなきゃならんと私は思っていましたが、軍人としてそれを自分に言い聞かせるということは悲しいことです。そして悔しいですよ。悔しいけれどもね、そういう国なんだから。日本というのは日本よりも技術が進み、人口もたくさん、土地も広いという国があるということは仕方がない。もがいたってこれから抜き出るわけにはいかない。そういう世界の状況ならば、その中で無理をしない範囲で立派な国となっていく方がいいんではないか、そういうふうに考えた。1937年7月7日、盧溝橋事件が勃発し、たちまち品事変に発展した。同年10月20日、井上は海軍省軍務局長に就任。海軍省の陣容は、海軍大臣に米内光政、海軍次官に山本五十六、そして軍務局長に井上というトリオだった。この1年前の1936年11月25日、独防強協定が成立し、これにイタリアが加わった日独伊防強協定になった。ところが、この防強協定をさらに一歩進めて、英米仏を対象とする軍事同盟にまで推進しようとする動きが陸軍を中心に強まってきた。しかし米内、山本、井上らは、この日独伊三国軍事同盟に絶対反対の立場を貫く決意をしていた。井上の日独伊三国軍事同盟反対の論拠は、次の通りだった。第一に日本経済はそのほとんど全てを、米英両国に依存している。特に海軍にとって最も重要な鉄と石油は、アメリカから購入している。ドイツと同盟すれば、当然イギリスやアメリカと敵対することになってしまう。これは鉄と石油を断たれることを意味し、そうなれば戦争などできるわけはない。第二に軍事的に見ても、地理的に遠く離れた独伊と結んでもあまり期待できない。特に独伊の軍事力に至っては問題にならない。第三に、ヒトラーの率いるドイツとムッソリーニのイタリアというものに井上自身が嫌悪感を持っていた。井上が強くこの同盟に反対していた理由の一つに、ドイツの独裁者ヒトラーの著書「我が闘争」を読んでいたことが背景にある。ヒトラーはこの書の中で、日本人は劣等民族、ただ日本人は小利用なので我が国にとって利用価値はある、というマキャベリズム的な分析を書いていた。日本人を侮辱しているヒトラーと同盟関係を結ぶことに反対したのは当然だろう。平沼喜一郎内閣のもと、1939年初頭から70数回に及んだ三国同盟に関する御所会議は、結論を出せないまま暗礁に乗り上げた。そうした最中の8月23日、突如、独ソ不可侵条約成立のニュースが世界中を駆け巡った。平沼首相は、欧州の情勢は複雑回帰なりとの言葉を残して、総辞職した。日独伊同盟締結の危機はひとまず回避された。この時米内は軍事参議官、山本は連合艦隊司令長官、井上は品方面艦隊参謀長となって、海軍省を去った。これが誤りだった。同盟反対派の中心が政府を離れたことで、賛成派が息を吹き返したのである。こうした事態に危機感を抱いたのが、なんと昭和天皇である。1940年に安倍信行内閣が解散した際、天皇は米内の呼び戻しを政府に命じていた。しかも次期内閣総理大臣の席を用意しての大抜擢だった。天皇が米内を推したのは、
暴走の様相を呈していた陸軍を食い止めるためであった。かくして同年1月、米内内閣は成立した。しかし三国同盟を潰し、日中戦争にも消極的な態度を取った宿敵ともいえる米内の就任を陸軍が許すわけはなかった。三国同盟と南進論に慎重な態度を取る米内内閣の畑陸相を辞任させることによって倒壊させる戦法に出たのだ。1940年7月、米内に代わって近衛文麿に再び組閣の対名が下った。組閣に先立って近衛は陸海外省に予定されている東条英機、吉田善吾、松岡洋介の3人を私邸に招いて今後の対外政策について協議し、大本営政府連絡会議において世界情勢の推移に伴い不時局処理要項を決定した。これに基づいて太平米戦争へとつながる日独伊三国同盟の締結と北部仏印進駐を強行した。米内は言う、井上が一番なんだよ、どんなことがあっても井上は承知しないよ。山本も同様に、三国同盟反対の急先鋒は俺ということになっているが本当は井上だよ、と語っていた。そして1941年12月8日、太平米戦争が開始された。通信参謀からおめでとうございますの言葉とともに真珠湾奇襲成功の電報を渡された井上はバカなと一言吐き捨てた。戦争後期の1944年2月6日、クエゼリンとルオット島の日本軍守備隊が玉砕し、2月17日、米機動部隊によるトラック島空襲によって我が方は大損害を被った。東条内閣は総辞職し、小磯内閣が成立した。7月29日夜、ホテルの一室で井上と米内は対面した。突然米内が、おいやってくれよ、と切り出した。何のことですか、と井上がとぼけると、時間だよ、と米内が一言言った。冗談じゃありませんよ、私の政治嫌いはご存知でしょうに。米内は、困ったな、他に人がいないんだよ、とこぼした。それはあなたが人を知らないからです。第一、あなたは私を買いかぶっています。両者は無言のまま退座した。しばらくして米内が口を開いた。陽子政治の時は君は天井を向いていればいいよ。そこまで言われるとさすがに井上としても断れなくなった。ついに井上は、政治のことは知らん顔をしてもいいのならやりましょう、決してご心配はかけませんときっぱりと断言した。そして1945年3月中旬、官邸で米内と井上の二人きりの際、米内が突然言った。大将にするぞ。誰のことですか。君のことだ。大将は言うまでもなく軍人の最高位であり、普通であれば誰であっても嬉しくないはずはなかったが、この時は違っていた。というのは次官には中将クラスの人がつくことになっており、井上が次官に進級するとなると次官を辞めなければならなかったからである。米内は姿勢を正して、陛下がご裁下になられた、とぽつりと言った。すると井上は、陛下のご裁下があったのでは致し方ありません、当たり前なら大臣のお取り扱いにお礼を申すべきでしょうが私は致しません、と言うと米内は黙ってうなずいた。井上は、負け戦、大将だけはやはり出隊、こういう句ができましたよ、と米内に言い残して大臣室を後にした。この言葉の中に井上の無念さがにじみ出ていた。そして井上は帝国海軍最後の第77人目の海軍大将に信任され、同時に軍事参議官に進歩された。この時期米内がなぜ井上を大将に進級させたのだろうか。それは大将にして軍事参議官にしておけば万一の場合米内に代わって海軍大臣にしやすくするためであった。井上は米内に対し、一日も早く戦をやめましょう、一日遅れれば何千何万の日本人が無駄死にするのですよ、と迫った。終戦の方策をめぐって米内と井上との間に食い違いがあった。米内が国体の護持終戦の絶対的条件であるとしたのに対して、井上は国体護持の約束を取り付けられなくても早期終戦を強く望んでいた。そのためは平行策が遅々として進まない事態に井上は常々手ぬるい手ぬるいと言って米内を叱咤激励した。1945年8月15日、足掛け5年にも及んだ太平米戦争はついに終わった。ここに井上は海兵入港以来39年間にわたる海軍生活に別れを告げた。この時55歳だった。敗戦を迎え横須賀に引きこもった井上は、33年に軍人恩給が復活するまで貧窮生活だった。英語塾の教師でささやかな月謝を得てなんとかここをしのいでいた。80歳を目前にした頃、井上は戦中戦後の自分を支えたのはラディカルリベラリズムだったと語っている。それは90歳で死去するまで井上の信念に揺らぎはなかった。